2023年3月の23日です、あちらが僕が住んでる住宅なんですけども、すぐ横のねこの水路、普段水は少ないですけども、まあ雨降ったらこれぐらいの水量です。特に激しい大きな雨が降ってるわけじゃないです。激しい大きな多い雨量の雨が降ったら、この河川も半分ぐらいのところまで水来ます。だから木製の水車でいいと思うんですよ。向こうの方まで岡葉駅まで、岡葉駅近くまでまっすぐ続いているんですけども、その距離がだいたい1キロほどある。そこを、木製の、水車で、発電すると。だから台数1キロあったらかなり、置けると。ちょっと他の地点見に行ってきます。